今回レビューしていく製品はこちらでございます。はい、どん。フォッシルのスマートウォッチジェネレーション 5E でございます。はい、こちらの製品ですね、先日行われましたアマゾンタイムセール祭りでめちゃくちゃ安くなってたんで、もうねどうしても欲しくなっちゃったんでポチってしまいました。なんとこちらの製品ですね、定価 31,900円のところ 50% オフの 15,900円で購入することができました。やばいだろコスパ。マジで最近フォッシル俺の中に来てるんですよね。じゃあ早速もうね、どんどん開封していきたいというふうに思います。はい、まあ開封しながらですね、この製品の概略を説明しておきますと、こちらの製品ですね、先日レビューしたこれね、フォッシルの、ジェネレーション5。これもマジで価格破壊スマートウォッチなんですけど、これの後に発売された、製品になってると。まあなので今回はですね、この、ジェネレーション5とジェネレーション 5E、何がどう違うのかっていうのも徹底的に検証していきたいなというふうに思います。ちなみに今回俺が購入したのは、このバンドがねシリコンタイプのものになるんですけれども、その他ですね3種類ございます。1つはまあバンドが小さいウィメンズバージョンと、あとバンドがステンレススチールのタイプ、そしてレザーのタイプになっております。ちなみにね、今フォッシルの公式ストアだとこの、ステンレスバージョンはこれよりもさらに安くて、なんと 12,760円で購入することができます。マジでコスパえぐくないか。ちょっととんでもないコスパになってるんですけどっていう感じ。じゃあ早速もう開封していきます。はい、スッと来たー。あなたが笑って、はい、スッと、おーっと、あ、いいね、この樹脂のタイプめちゃくちゃ、あ、すごい高級感、すごい高級感。今回はまあレザータイプではないですけど、この樹脂のやつもかなりね質がいいのがもう触った瞬間にわかるわ。スッと、はい、来た。はい、おー、あ、ま、結構分厚いの、ほら、わかります？この樹脂の分厚さがすごいな。さすがフォッシル。定価だって3万2000円しますからね。これは、材質はなんだろうな。まあ、ここら辺フォッシルはなんていうのかな。どっちかっていうと、コスパ重視のブランドじゃないからね、もともと。なんか細かい樹脂の素材が何かとかっていうの書いてないんですよね。結構ふわっとした風合いになってて、個人的には好きですね。肌が弱い人にも、まあ、優しい感じがします。ペリッとスクリーンを見ていく。うぅ、来たー。あ、でもちょっと画面占有率はさすがに狭いか。画面占有率は狭い気がしますね。1.19インチでございます。1.19インチ。これはあれだね、前回レビューしたフォッシルジェネレーション5よりも狭いですね。うん、こっちは 1.28 インチですから。あ、でも、そうか、スマートウォッチの外観の寸法が若干小さいんだね、今回のジェネレーション E の方がね。うん、一回りぐらい小さい感じになってます。なるほどね。本来定価としては、こっちの方がね、安いんですよね。後から発売された製品にもかかわらずね。こっちは定価 31,900円なんですけど、こっちは、38,500円ですから。まあ、だからどっちかっていうと、まあ、価格を若干ね、抑えて、まあ、リーズナブルにした製品っていうことなのかな。で、今回の製品に関しては、物理ボタンが一つのみですね。真ん中のところに、こう、物理ボタンがついてると。やっぱいいね、フォッシルね、かっこいいね。本当にここら辺のデザインがね、フォッシルの大きな魅力でございますよね。あ、裏側は同じですね。はい、こんな感じ、全く同じデザインですね。センサーの配置とかも同じですけれども、まあ、見る感じですね、ジェネレーション5前作のものから、心拍センサーは改良されているみたいですね。ここら辺検証してみたいというふうに思います。はい、でちなみにバンドのサイズは 22mm ということでございます。で、重さはどうだろう、結構ありますね。うん、やっぱりステンレスというだけあって結構あります。80g、 かなり重いね。ちなみに前作ジェネレーション5は 73.8g。 なるほど、だから 10% ぐらい重いということでございますね。やっぱり結構重いね、 80g ってのは。なんでこんな重いんだろう。じゃあその他動画の内容を確認していく。取り扱い説明書で、充電ケーブルですね。これも前作のジェネレーション5と互換性ありますね。はい。ワイヤレス充電風のものになっているということでございます。まあ、だからワイヤレス充電風なので、市販のワイヤレス充電器では充電することはできないと。はい。じゃあこれからセットアップしてね、しばらく使い込んでいきたいというのがいいです。はい。ということで、あれから数日間使い込んでみました。じゃあ早速中身解説していきましょう。はい。電源入れてセットアップするとこんな感じになっております。解像度も十分ですね。画面サイズ 1.19 インチのアモレットディスプレイ、 390×390ピクセルの 328ppi ですから、これに関しては、前作のですねフォッシルスマートウォッチジェネレーション5と同様でございます。まあ、だからこのジェネレーション5の動画でも言いましたけど、今回のねこちらの製品に関しても結構まあ古い製品で、まあ、2020年だったかなに発売された、まあ数年前の製品でありますけど、 328ppi っていうのはまあ今のスマートウォッチの中で見てもまあ標準的なハイエンドモデルのスマートウォッチの解像感になってるんで、まあ申し分ないという感じですね。でちなみに
文字盤はね、こんな感じね。これに関してもね、ジェネレーション5と同じでございます。搭載されてる文字盤のデザインとかも同じだし、数も同じ。26種類という感じになってるんですけど、これまあ前回のね、ジェネレーション5の動画で説明するのをすっかり忘れてたこととして、なんていうのかな、種類としてはまあ26種類なんですけど、このね、設定のボタンを押すと、いろいろね、カスタマイズすることできるんですよね。これ下にスワイプしていくとね、こうやってほら、ダイヤルのカラー、文字盤の背景のカラーをこうやってね、変更することもできます。こう白っぽい色にしたりとか、ほらこうやってね、あ、これはメモリだね。メモリをこうやって変更することもできますし、これが背景だね。こういう風にね、これはちょっとあまりにも見にくいけど、まあ、とりあえずこういう風にしてみたりとか、こうやってね、いろいろとまあカスタマイズすることができるんで、まあ、実質もっとあるという感じです。公式の文字盤に関してはね。で、プラス、まあ、当然ね、これ Wear OS、Google Wear OS が搭載されてますんで、サードパーティーのですね、文字盤ダウンロードアプリを、このスマートウォッチの方に入れてあげれば、もうほぼ無限にあるという感じでございます。で、プラス、オールウェイズオンディスプレイもあります。常時点灯機能ね。はい、この設定のところに行って、常に画面をオンというのを、これオンにしてあげると、オールウェイズオンも使うことができます。こうやってね。これはさすが Wear OS を搭載されているスマートウォッチだからなのか、このメインのね、標準の文字盤と、連携してますから、この文字盤をね、違うものに変えたりとかすると、都度ですね、Always On の、文字盤もこう変わります。こういう風にね。なかなかおしゃれで可愛いよね。そしたら次は操作性をね、見ていきましょう。どうでしょうか。問題ないよね。ぬるぬるサクサク動きますね。特にストレスなくぬるぬるサクサク動きます。ちなみにここら辺、前機種のですね、ジェネレーション5と比較してみましょうか。こんな感じでございます。そんなに変わらないよね。若干今回のジェネレーション 5E のがぬるぬるサクサク動いてるような気がしないでもないけど、もうなんか気のせいなのかもしれません。まあ、とにかくまあそれくらいの誤差しかないという感じでございます。で、ちなみに、だから最新のものと比べるとどうなのかっていうのも見てみましょうか。これね、Google Wear OS が搭載されている最新モデルですね。これ一番新しいモデルですね。サムスンの Galaxy Watch 4ね。そうね、やっぱさすがに最新のものと比べると若干もっさりはしてるよね。ここら辺やっぱりサムスン強いなっていう感じだよね。で、次そしたら、手首の持ち上げ点灯を見ていきましょうか。きちんとね、手首をフリップした時に画面がね、見やすく表示されるのかというところでございます。はい、行きます。はい。ああ、やっぱサムスンの方が早いか、さすがにね。そしたら次、中身の機能をね、解説していきましょうか。まずはですね、心拍測定の精度から見ていきましょう。これもいつものようにですね、胸に巻くチェストベルトタイプの高精度心拍センサーと比較しております。はい、計2回やってみました。はい、行きます。ドン。どうでしょうか？かなり精度高いんじゃないでしょうか？はい、素晴らしいと思います。結論としてはね。まあ、前半ちょっとね、走り出しのところ、ポーラに追従しきれてない感じあるんですが、これに関してもね、前作のね、ジェネレーション5の時もね、こんな感じだったんですよね。最初はなんか、ね、追従できない感じがあったんで、まあまあまあ、こういうもんなのかなっていう感じですね。まあさすがに古い製品なんでね。まあただね、前作のジェネレーション5よりも後半はね、かなり立て直してて、非常に精度が高く、計測できてるんで、公式のね、ホームページで歌っている改良された心拍センサーっていうのは、まあ、あながち間違いじゃないんじゃないかなというふうに思います。前作のジェネレーション5、まあ、詳しくはね、動画見てほしいんですけど、あっちはね、なんか、ラグがあったんですよね。その心拍数の記録、トラッキングにちょっとね、遅延があったというか、タイムラグがあったんでずれてたんですけど、今回はそういうことがないんで、そういった意味でも、まあ、改善されてるのかなと。はい。で、次、こちらでございます。歩数ですね。はい。今日歩いた歩数とか、消費したカロリー、走った距離、歩いた距離、そこら辺の移動した距離とかを確認することができます。はい。で、いつものようにですね、こちら、オムロンのですね、歩数計と一緒に比較してみました。はい。こんな感じでございます。はい、ドン。今回のフォシルジェネレーション5が4322歩、対してオムロンの歩数計が4596歩ということで、マイナス274歩で 6.0% のズレという感じでございます。まあ、いいんじゃないかな。で、前作のジェネレーション5と比べると 1.1 ポイント改善してるということです。まあ、ここら辺もどうなんだろうな。もう誤差の範囲というか、個体差の範囲といっても、まあ、過言ではない、数値的な違いなんで。まあ、前作から改善してると
いうことは断言できないですけれども、もしかしたら改善してるかもしれないし、もしかしたら同等程度かもしれないしっていう感じです。はい、そしたら次通知を見ていきましょうか。通知ね、スマホと、接続がされていれば、スマホの方に入ってくるいろんなね、各種 SNS の通知をこっちのスマートウォッチの方でも確認することができます。こうやってね。で、Google Wear OS 搭載のスマートウォッチなんで基本的にね、ほぼ全ての、アプリケーションのアイコンがね、きちんとね、こうやって表示されます。これマクドナルドのアプリの通知ですけど、そういったものもこうやってね、Mac のロゴも記載されてるという感じでございます。非常に便利ですよね。これ YouTube とか、まあ、Twitter とかも当然ですし、はい、Starbucks のアプリとかね。で、こういった Gmail とか、まあ、LINE とかね、Outlook とかに関しては、返信することできます。この返信ボタンを押すとこうやって音声で、入力することもできますし、ほら反応もいいよね。絵文字でね、こうやって簡単に返信することもできます。で、基本的にこれ Google のね G ボードに搭載されてる絵文字は全部あるんじゃないのかな。ほらめちゃくちゃあるよね。めちゃくちゃ量がありますと。で、あとは普通にこうやってね、手入力することもできます。キーボードね。ちょっとめんどくさいけどね。で、次、ワークアウトモードですね。はい、ワークアウトモードに関しては、これもだから、前作のジェネレーション5同様、めちゃくちゃあります。これは、Google 様が、このスマートウォッチにファームウェアアップデートを加え続ける限り、まあ、増えていくという感じになってます。その他のワークアウトのところ行くと、もう、ちょっと、ね、数えるのが大変なんで数えてないけども、めちゃくちゃあるんで、まあ、困ることはないでしょうということで、これベビーカー、これベビーカーウェイトですね。何これ、ベビーボート競技。ここでね、一つね、注意点としては、今回のジェネレーション 5E、GPS はね、非搭載です。非搭載。ここが前作のジェネレーション5と大きく違うポイントになってきます。前作のこっちはね、GPS 搭載されてたんですよね。ちょっとね、衛星測定システムは何なのかわかりませんけれども、一応公式のホームページ見ると、GPS とのみ書いてあったんで、もしかしたらまあ、アメリカの GPS のみなのかもしれません。で、その他、アラームです。はい、目覚まし時計を設定することができます。はい、こうやってね、時間を設定しておけばバイブレーションもしくはこの音でね、目覚まししてくれるというものになってます。ここら辺やっぱ Wear OS は強いよね。地味にやっぱりフォッシルおしゃれだなと思うんですけど、ここら辺なんかユーザーインターフェースもおしゃれですよね。こうやってね、回転してこうやって時間を設定することができるというね、なかなか他のスマートウォッチにはない。あとは電話ですね。このスマートウォッチにマイクとスピーカーが内蔵されておりますんで、スマホの方にかかってきた電話をこのスマートウォッチで受けてこうやって話すこともできますし、こうやってね、もしくはこれね、見てもらってわかるようにキーパッドがついてますから、このスマートウォッチから発信することもできます。これなんか080なんとかみたいな感じでね。で、こうやってね、連絡先っていうのもスマホと連動してますから、こうやってね、こっからまあタップして発信することもできます。で、当然こうやってね、睡眠分析を行うこともできます。昨日めちゃくちゃ寝てるよね。11時間12分。で、ちなみにこれはね、浅い眠りと深い眠りのみですね。あと、まあ、覚醒時間のみって感じでございます。これは確かにこっちのジェネレーション5もそんな感じだったというふうに思います。まあ、ここら辺はね、古い製品だからっていう感じですね。で、そうそう、音楽コントロール関連に関してですね、これ重要ですね。音楽の保存はね、できません。直接はね。まあ、これ Google Wear OS のスマートウォッチ、まあ、全般的に基本そうなんですけど、音楽のインストールとかダウンロードが押したい場合は、これ Spotify ね。の、プレミアム会員になっていれば、この Spotify 経由で、ダウンロードすることできます。で、ちなみに、YouTube Music っていうのもありますから、俺もこれ実際に入ってないからわかんないけど、まあ、おそらくこっちでも、ダウンロードして、スマートウォッチで音楽を聴くこともできるんじゃないかな、というふうに思います。で、その他、Google Wear OS 搭載のスマートウォッチならではの機能ですよね。はい。いろんなね、サードパーティーのアプリケーション、こうやって Spotify とか YouTube ミュージックだけではなくて、いろいろとね、インストールすることができるわけでございます。で、今回ですね、いろいろこう、いじくり回して、今まであんまり紹介して、来なかったらじゃないですか、ここら辺ってね。せっかくなんで、こんな機能あったんだっていう、アプリ見つけましたんで、いくつか。それをね、紹介して終わりにしていきたいというふうに思います。計ね、4つあります、4つ。1つは、はい、これ、ブラウザというアプリです、ブラウザ。俺、これ知らなかったんだけど、こんなのありましたっていう感じでございます。まあ、これ読んで字のごとく、スマホでね、ブラウザを見るかのごとくですね、こうやって、Google とか見れるんです。インターネット開けるんですよ、こうやってね。こうやってね、すごくね、
すごくない？ちょっとまあこれ白飛びちゃしちゃってね、見づらいかと思いますけど、YouTube も開けます。こうやって、ね、YouTube も見れるんですよ、こうやって。結構開くのも早いっていう。これで動画見る必要性はないとは思いますけど、まあこういうね、面白いこともできると。で、二つ目に見つけた面白い機能、はい、これ。加藤ですね、加藤。加藤って、加藤じゃない、加藤ってもう韓国ドラマ見すぎ？カカオトーク。だから俺今現状カカオトーク使ってないから昔は使ってたんだけど、ね、どういった画面になるのか具体的にお見せすることできないですけど、まあ要はだからあれだよね、スマホのカカオトークと連動して、スマホの方に飛んできた加藤の、メッセージをこっちで見たりとか返信することができるよっていうことだと思います。これ結構便利ですよね。相当便利。ちなみにね、これの LINE バージョンも探してみたんだけど、LINE はなかったです。で、3つ目に見つけた面白い機能はね、これ、キープメモですね、キープメモ。これはあれですよね、Android のスマホ、使ってる人だったら、必ずと言っていいほど入っている、クラウド管理できる、メモ帳アプリですね。それをこっちのスマートウォッチの方でもデータ同期して、こう確認することができると。で、最後、4つ目。ライフサムというですね、健康管理アプリをね、見つけまして、これね、意外と便利でございます。まあ、要はね、これまあ、なんていうのかな、自分が今日食べた食べ物とか、あと飲んだ飲み物とかね、そういったものをこうやって入力しておくと、自分の目標、まあ、ターゲットに合わせてこうやってね、今日のなんていうのかな、カロリーとかをね、管理してくれるっていうものでございます。うん、だから俺はこれ自分で設定した、今日の消費カロリーとしてはいくつだったっけな、2000ぐらいにしたのかな、確かに2000キロカロリー1日消費目標にしたんですけど、だから今日朝ごはん食べて、あとランチもサンドイッチ食べてとかっていうんで、残り今日、消費できるのは1378キロカロリーですよみたいなのね、こうやってまあアプリとこっちのスマートそっちで管理することができるんで、例えばね、減量を目指してますとかね、ダイエットしたいですとかっていう人ね、非常に便利でございます。で、こっちのスマートウォッチで何ができるのかというと、まあ、さっきも言ったようにね、こうやってね、例えば水を飲んだらこっちのスマートウォッチで、水を一杯飲みましたとかね、ワングラス追加すると、こっちの水一杯分のカロリー数と水分量っていうのはもうこっちのアプリケーションの方で設定してますから、特にやることはありません。うん、一杯飲んだら一杯やると勝手にこっちの方で記録してくれたりとかしますっていうの。これ非常に便利でございますよね。はい、じゃあ最後バッテリー持ち検証結果をお伝えして終わりにしていきたいというふうに思います。今回のこちらの製品ですね、バッテリー持ちはスペック値で約24時間ということになっております。ちなみにバッテリー容量に関してちょっと調べてみたんですが、わかりませんでした。で、実際に使ってみてどうだったのかという話なんですけれども、そうね。まあ、24時間、まあ、ギリ持つか持たないかぐらいっていう感じかな。ここがやっぱりこのジェネレーション5もそうなんですけど、このウェアOS搭載してるね、スマートウォッチの大きな弱点ですね。やっぱバッテリー持ち24時間っていうのはちょっとやっぱりね、使い勝手悪いなっていうのはどうしてもあります。じゃあ最後ね、考えをまとめて終わりたいと思います。今回のこのジェネレーション5もかなりコストパフォーマンスの高いおすすめできる製品じゃないかなというふうに思います。まあ、ゆえちょっと残念なのは GPS がないことですよね。うん、まあ、ここら辺はね、前作のジェネレーション5とまあ差別化してきたポイントなんで、まあまあまあ、致し方ないというか、致し方ないという感じではありますけれども、まあとにかくね、この1万円台前半、最安で買うと、まあメタルモデルだと1万2000円台で買えるっていう、この金額で、まあ、ウェアOSが入ってて、で、かつ、フォッシルね、独自のこの圧倒的な高級感、これ他にはないところですから、まあ、こういったところが表現できてるっていうのは、うん、なかなかいいんじゃないでしょうかね。刺さる人には刺さる、そういった製品になってるというふうに思います。で、改めてこのジェネレーション5との違いをおさらいしておくと、まあ、主に3つですね。1つは GPS がありません、今回のものはね。で、その代わりに2つ目の違いとして、まあ、心拍測定の精度がまあ若干改良されてるっぽいです。で、歩数の精度ももしかしたら、まあ、これに関してもう誤差っていうかね、個体差の可能性もありますけど、まあ、改善されてるかもみたいなね。あとはまあデザインですね。うん、ジェネレーション5も結構まあ豊富なデザインのラインナップありますけど、今回のものにもまた別のね、また違った製品のデザイン、デザインのラインナップがあるんで、皆さんの好みに合わせて選ぶことができるっていう、まあ、この3点が大きな違いになってます。ということで今回こんな感じになります。ぜひね、参考になったというふうに思いましたら高評価お願いいたします。あとチャンネル登録もね、ぜひともよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。